マーティン・スタンフォード・ピーター・スンベは、ロンドンニューアムク、プレースト出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。サッカーイングランド代表史上唯一の優勝である1966、FIFA フフワールドカップの優勝メンバーである。1959年に15歳で、ウエストハムユナイテッド FC に加入。1960年に、プロ契約を結ぶ。1962年、 ロングリームウッド監督の下でリーグ戦デビューを果たす。1963から64シーズンにレギュラーの地位をつかみリーグ32試合に出場する。そのシーズンにチームは FA カップで優勝したが自身の出番はなかった。翌1964から65シーズンの UEFA カップウィーナーズカップではウエストハムの優勝に貢献した。 1965から66シーズンにチームはリーグカップ決勝に進出するがウエストブロムウィッチアルビオン FC に敗れた。1968から69シーズンにキャリアハイとなるリーグ戦19ゴール、公式戦24ゴールを記録。自身初のハットトリックも記録した。1970年3月にトッテナムホットスパー。 FC へと20万ポンドという記録的な移籍金で移籍した。代わりにジミー・グリーブスがウエストハムへと5万ポンドで移籍しているため、実質の移籍金は15万ポンドだった。トッテナムでは、ビルニコールソンの下で、1971年、1973年のリーグカップ2度の優勝や1971から72シーズンの UEFA カップ優勝に貢献。 1973から74シーズンの UEFA カップでも決勝進出に貢献した。1975年3月にノリッティ FC へと4万ポンドで移籍した。ノリッチではチームが一部リーグに定着するのを助けた。1978年に大英帝国勲章を除勲また、1979年にオーストラリアのフランクストン式というチームで、 ゲストプレイヤーとして5試合に出場し、3ゴールを記録した。この5試合でチームは4勝をした。1980年にシェフィールドユナイテッド FC に移籍。1981年1月、チームの監督が病気で、チームの指揮ができない状況に陥った時に現役を引退し、そのままチームの監督に就任した。しかしチームを立て直すことができず、 シェフィールドユナイテッドはクラブ史上初の4部リーグに降格した。およそ20年間のキャリアで大きな怪我をすることもなく通算882試合に出場、220ゴールを記録した。アルフラム勢のもで1966年5月にサッカーイングランド代表で初キャップを記録。ウエストハムユナイテッド FC でチームメイトのボビー・ムーは ジェフ・ハーストと共に 1966FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれた。1966年のワールドカップ本戦では、初戦の0から0で引き分けたウルグアイ代表戦では、出場しなかったが、その試合後に、ラムゼーが従来の戦術から、ウィングを外し中盤の運動量を重視した4から、4から2システムに変更すると、第2戦から起用され、スタメンに定着。 チームは勝ち進み、決勝に進出した。決勝の西ドイツ代表戦では78分に一時勝ち越しとなるゴールを決め、優勝に貢献した。UEFA 欧州選手権1968の代表メンバーにも選ばれると、チームの3位に貢献した。1970FIFA ワールドカップの代表メンバーにも選ばれると準々決勝の西ドイツ戦で4年前と同じく、 ゴールを決めた。チームは、自身のゴールとアラン・マレリーのゴールによって、後半途中までリードしていたが結局延長戦の末、3から2で敗れ、連覇を逃した。1972年の UEFA、欧州選手権1972、1974年の 1974FIFA ワールドカップでは、代表が予選で敗退し出場できなかった。 2006年にウエストハムユナイテッド FC 時代の指揮官であるロングリーンウッドと共にイングランドサッカー、殿堂入りを果たした。2016年にアルツハイマー病にかかっていることが判明した。2019年12月21日、76歳で死去。ありがとうございます。